新潟県長岡市金峯神社。主祭神金山彦の御事。金山彦の御事は神海において、イザナミが火の神、カグツチを生み、やけどをし、闇苦しんでいる時に、その手繰りから化粧した神で、鉱山の神とされる。和道2年709年の創建と伝えられ、新潟県内でも古い神社の一つ。長岡市の北西、信濃川右岸べりに欅の大木が茂る一帯があり、その森の中にかつて中越の総鎮守とし誠意を振るった金峯神社がある。7月15日には、やぶさめ神事が奉納されるが、源義家が奥州安倍氏を討伐する北上の途中、祈願、参拝したのが始まりと伝えられる。近くには今でも堀跡と土塁を残し、中世には珍しい平城の蔵王道場などの史跡も多く残る。蔵王の森に鎮座し、金山彦の御事を祀る金峯神社は、人々から蔵王様と呼ばれ親しまれてきた。